トーマス・ホーベンデンは、アイルランド生まれのアメリカ合衆国の画家である。ペンシルベニア美術アカデミーの教授も務めた。アイルランド、コーク県のダンマンウェイで生まれた。1840年代中頃からの、ジャガイモ飢饉で両親を失い6歳から孤児院で育った。近代育士の弟子になった。コークの美術学校で学んだ。1863年にアメリカに移民となり、ニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインで学び、1868年からボルチモアで働いた。1874年にパリに渡り、エコール・デ・ボザールのアレクサンドル・カバネルの下で学び、当時、ロバート・ワイリーらの多くのアメリカ人画家が集まっていた、ブルターニュのポンタバンで過ごし、農民の生活を描いた。1880年にアメリカに戻り、ナショナルアカデミー・オブ・デザインの準会員に選ばれた。アメリカ芸術家協会の会員にもなった。1881年にポンタバンで知り合った画家のヘレン・コルソンと結婚し、妻の父親のペンシルベニア州の家に住んだ。妻の家族は奴隷制廃止派で、その家は奴隷を逃亡させる活動の拠点になっていて、ホーベンデンのスタジオは反奴隷制の人々の集会所になった。過激な奴隷制度廃止運動家で1859年に処刑されたジョン・ブラウンの最後の場面を1884年に描いた。1886年にトマス・エイキンズが解雇された後のペンシルベニア美術アカデミーの教授に任じられた。ホーベンデンの教えた学生には彫刻家のアレクサンダー・スターリング・カルダーやロバート・ヘンライがいる。1895年に自宅の近くで鉄道事故で死亡した。新聞では10歳の少女を救うための英雄的な行動だと報じられた。ありがとうございます。